大塚ジョーソロです。今日はですね、こちら7番エルクスチャレンジでプリンセスロケホー大量出してみた、やっていきます。はい、こちらね、なんか数年前にやったのがめちゃめちゃ伸びてたんで、こすっていこうと思います。さあ2023年バーというわけでね、まあ、ロケホー進化してるのとかもクローンしたらどうなんだろうっていう、あ、やったことないので、はい、ちょっとね、まあ、検証がてらね、ちょっともうただただ出しまくってクローンしていくだけだと思うんですけど、やっていきましょうか。で、まあちょっとね、この7番エリクサーといえばキョスケとかムートとかその辺が強いんでね、やっていきます。はい、まあ、こんな感じでね、基本的にセパして、多分この何モードで、あのアーソンポイズンだけごめんなさい、このモードでね、ヒースルースピリットとか1コスを入れてるのは多分世界で俺ぐらいしかいないと思うんですけど、まあ強いかは知らんが、大丈夫そうかなこれ。なんかもうここの手前しか見てないんで俺、やばいやばいやばい、あ、それずるい、え、待って、ずるすぎる、待って、いや、ムート残ってる、いや、意外と頑張れてるぞ、意外と頑張れてる、ちょっと待って、キョスケとか出しちゃって、で、ヒースでなんか回復とかしちゃったり、やっちゃったりしない感じね、なんかポイズンのザクね、ちょっと待って、冷静にポイズンのザク、ちょっと待って、やばいやばい、エリが漏れる、マジで、しかも限界突破くる、あ、これ限界突破をクローンするとどうなるのっていう、パッ、あ、ヘッポコです、ヘッポコキノコが生まれました。限界突破してほしいな、そこは。そう、これ勝てんのかっていう疑問あるけど、どうなんですかどうなんですかこれ。いや、でもちょっときつそう、なんかポイズンすげえうざいんですけど、でも真ん中でプリンセスロケを出してクローンするのもうざいと思うんですよ。え、ちょっと待って、ダメージめちゃめちゃ負けとるやん、どういうこと全然負けてます、やばいです、嘘です、絶対嘘です。てか三重士何この相手のデッキ、ちょっと強そうなんだけど、さあプリンプリンクローンしてクローンが即解ける、やばいやばいやばい、嘘や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 、止まって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 、クローンするカードないって、やばい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 、でも普通に負けるくね、このデッキ弱くね、嘘や嘘や嘘やとこう思いながら、俺今から勝つよ、よし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 、マジマジ、このなんだかんだね、ユニットゴリ押し、もうね、プリンセスロケホは守りに徹してもらってね、いや強いって、それちょっと待って、うざくない、でもこれいっぱいいるよ、どう、あんだけ行ってからのこの左サイドのこのクローン見て、あれ止まんね、やばいな、普通に俺のもう全力なんだよね、この全力止められると結構厳しい、厳しい展開が待ってるけど、おお、オッケーオッケー、ポイズン、マジマジマジやばい、マジマジやばい、やばいやばいやばい、守ってくんのやばすぎる、エムート、届いたよ、よかった、しかもはい、クローンして、マジでなんか思ったより無事待って、落とされたら話がまた変わる、でもうちにはポイ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 からのロケホ拡散で、まあスマクロンして、おーい、いや、死ぬー、いや、まあ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 、まあ、ポイズンだったしって考えて、なんかね、むずいね、そのロケホプリン残ればすごい強いんでしょうけど、まあまあまあ初回なんでね、今のアップデート際、実装はこの裏にこう出してここでこのクローンすると全てがなんかね、いい感じに増えてうざいと思うんですよね、これを繰り返していくと、多分気づいたら俺が勝ってる未来があると思うんですけど、また同じようなデッキ来た、何この三十進化、さあ限界とトロックル、うざそうじゃないマジ、この戦略どうこの戦略ちょっとない、いや、うざい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 、一生裏からなんか裏からいや、でも相手の呪文もね嫌なんですよね、いや、でもマジできつそう、いや、すげえこれ、なんか楽ちんかもしれない、全てのユニットを裏から出してセパレートしてクローンしてるだけで勝てるかもしれない、えぐすぎて、いや、でも待って、めちゃくちゃ美味しいロケットだけど、自分パコパコ打たれてるけど大丈夫かな、いや、でも
いやもうなんかついにはプリンセスじゃねえ、普通にムートを苦労してる。いやでもなんか意外もっと溜まってさ、この残り物のロケとかロケコとかプリンで、いやこの位置のクローンめっちゃ強いぞ。これやばくない？コスパ良すぎん？いやーめっちゃいるめっちゃいる。これこのプリンセスと路橋でそうしばきまくる花火大会、うちへ夏です。よしこれマジでこれ、いやこれをね待ち望んでたんですね。しかもこれプリンセスで30したら、気持ちいいだね。やばい、ファイブ打つけどいっぱいいるよね、いっぱいいるから意味ないよね。いやーえぐやばくないってかプリンセスロケより京介ムートのなんか何あれね、風の谷の流しから出てくるあいつやんなんか言っていた。うわー待って、今のめちゃくちゃ気持ちいい。今のアメをやりたいのはね、だからトルネポイズン一生組んじゃねえよっていう、はい、祈りながら、はい、なんか裏からクローンすると両サイドに行くみたいなさあったと思うんですけど、全然そんなこともなく綺麗にしばかれてんだ。お、え、なんかクローンって意外と範囲広いんだね。これなんか一回普通にやんなきゃやばい。いやなんかでも、あ、これも強い。プリンプリンして、いやだからやっぱポイズンはね多いっすね。ちょっとねポイズン多いのねめちゃくちゃ嫌いなんですよね。まあこういうデッキ使ってるからなんですけど、ヤナベもあめちゃくちゃ嫌いなんですよね。こういうデッキ使ってるからなんですけど、いやでもなんかちょっとありそうじゃない、なんかまあ分からんときは端前からブッパっていうのもあり。よしなんかもうロケ砲とかもまあ一応増やしてはいるんですけど、全然キョスケムートで勝てるなら勝ちたいっていうもう勝てるなら勝ちたいっていう欲で戦ってますね。はい、いやもうめっちゃ偏るやん。いやでも限界トップロケコがさ、これ分かった、めっちゃ早く回るわ。なんか普段ってやっぱまあ3周ってなんだかんだみたいなとこあるやん。けどこれ限界トップロケコ、一応クローンはその限界トップロケコを出した判定になんないんですよね。クローンじゃなくてミラーか。そうだからちゃんと普通のデフォロケット押しを3周出さないといけないのはいけないんですけど、まあ、とはいえちょっと回転速いなんかってヒースピとかいるもんね。絶対いらないヒースピとかいるからちょっと速くて、いやーこれやばくない、マジでその何を出してるかもわかんないしさ、もっと上手い人いそうこのデッキに関しては本当に何をしてるかね、よく分かんない。真ん中に出していっぱい組み合わせていけばいいかなって思ってください。あー気持ちよすぎる、逆やな。でも結局すぐこの辺でね組み合わせてあげてすぐやな、やってくれやん。でも、なんでこんなねヤポイ相手にこれだもんね。これ何、キョスティブートが強いだけ。ロケット石とかもなんか気持ちよさそうに、あーごめんなさい、悪気はないんだ。ここに出してからたまたま行かれるね。ロケもさ右にも左にもさ行くやん、まあ、サーチラインが広いっていうの。そうだからなんか方向に出しておくと右行って左行って、おこのクローンたちも私ベルも頑張ってくれるから、めちゃくちゃ強いとか思ってたけど、えなんか負けそうじゃん俺、嘘、え勝ち確だと思ってたけどパワーねえんだけど、いいってどういうこと、やばい、やだ、さすがにちょっと考えてやったら勝つぜ、そうじゃない、ちょっと考えてやろうぜ、ちょっと考えてしっかり呪文でね一緒に食らわないようにして、攻めポイズンとかもしながらここのクローンで届かない。待って、エリクサーが漏れる、並ぶエリクサーあるある、エリクサーもあふれるのもったいない。ヘッポコクローンどうこれ、うん渋いね絶対、うん待って暇すぎる、てかポイズン削りやんこれ。並ぶエリクサーマジでわけわかんねえなこれ、やばくない、てかこの辺にさ適当にムート出してとか、ムートが強いだけだよ
もしかしてだけどさ、これもしかしてムートが強いだけとかあったりしなかったり、え、これやばくない、なんかキモくない、このムートの量。やった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 、ちょっと待ってよ。いやでもムーとかムーとかムーとかね、いや結局ね、おい趣旨がちょっと変わってるんですけど、まあええか、勝つ方が大事やな。ムートクロンちょっと強えわ。いや報酬もね美味しいのよね。いやでもポイズン持ってない相手と出くわしたいな。ヤナメもポイズンも持っていないみたいなさ、さすがにそんな人いないのかな。いやこのもうちょっとクロン打つの上手くなってきた、これだいぶコスパいいクローン打ってない？てかマジでさ、もう絶対ポイズンやん、さっきから。うん、いや待って。クローン上手くなってくれてごめんなさい。めっちゃ下手。あ、ちなみに相手のロケットもめっちゃきついっす、この抜き。やべ。やべやべ。これはね、真剣にやると、ムートをいっぱい出さないといけない。やべやべ。やばいやばい、なんかマジでやばい、マジでやばい、なんかマジでやばい、マジでなんかきつい、マジきつい、なにこれ。エリゴレミラーね、そう最強デッキなんですよ。エリゴレミラー最強なんですけど、可能性あると思って、しかもいい、いやポイズンや、やばい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 、なんか普通にポコポコにされてね、大丈夫そうこれ、動画的に大丈夫そう。全然トルネポイズン、トルネポイズンやだね、きついやん。トルネポイズンやらないのは違うやん。はい、トルネポイズンやらないのは違って。でももう全ていなくなってる。大丈夫これ。おーおー。いや、諦めんな。いや、マジである。あると思っているけど、実際あるかはわからん。いや、でもあるとは思ってる。いや、もう、自陣に気をつけ出してくんの。なんか、やだ。いや、マジであると思ってる。で、勝ち方は、正直、ミラークローンなんだよ。いや、マジである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 。いい隙も良くて。いやー、なんか、強されてる。やばいやばい、やばいやばい、ブブ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 。いや、熱い、熱い、熱いはずなんですけど、思ったより止まるんですよね、これが。やばいやばい、エリゴレでさ、引き合いの天才。いや、マジであります。で、これを取ったら俺の方が有利になってるんじゃない？どう？どう？いや、マジで30秒ね。30秒、拡散、ナイス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 。いや、あとはね、時間だな。時間あればマジである、時間あればマジである、時間あればマジである。もう一生この辺でチンパンしてる。いや、マジである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 、本気である、本気である、本気である、見えない、見えない、見えない。いやー、もう渋い、渋いって、リコレー。リコレー強いんですよ。いや、ポイヤー取るねはね、一番ダメ。一番ダメよ。ほんとに、まあ仕方ないかな。こんなにきついのもいないっしょ。だから、フリーズとか欲しくなったな。ポイズンじゃなくて、これフリーズの方がいいのかな。悩ましいけどね。まあ、一旦。あー、やばい。エリゴレね。エリゴレ。いや、でも。いやー、全然スパーキーの方ね。いや、それはさ、なんかこの辺でもうパーティーしちゃって。こっちも。あー、バッテリー 20% ごめんなさい。失礼。いや、絶対きついやん、これ。これがいい。プリンプリンクローン。いやー、片方に偏っちゃうと良くないんですけど、良くないんですけどね、良くないんですけど、いや、え？ってか、気づいたら全て失ってる相手。いや、やっぱりね、いやー、フィーバー来てる来てる来てる、これ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 、俺の理想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 、これできると、相手が多分スパークとかね、関係ないんでしょうね。よしよしよし、さあ、真ん中に、コスパよく、トルネードで行かれるけど、いや、ライドのボッコボコ、フルボッコ、え、やばい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 、マジで夏を感じる花火大会。え、やばいやばいやばい、増殖。え、
歯は折れるの早くね。え、何これ何これっていう、マジなんか驚きがある。いや、トルネだけ。いや、そういうのとね、出会えると幸せですよね。いや、さっきのがだからまあおかしかっただけだって。ちょ、これで順調したいな。まあ京介、まあ同歳でもいいかって何でもいいんですけど、まあできれば逆にも出していきたい。さあ、いやー、めちゃくちゃコスパいい。黒いよ、このでロケット押しにアポエスも打っていかないといけないんだよね。そう、覚えました。で、あとは別に何でもいい。いやー、これえ、めちゃくちゃ俺上手くなってきてるかもしれない。始まりが覚えました。こうやってね。いや、覚えてる覚えてる。いや、めちゃめちゃいいめちゃめちゃいい。え、立ち回りよ。さあ、この短期間で上手くなっていく。いや、これやばいやばいやばい。成長してる成長してる。6月通知でポイント。え、マジで短期間のこの成長早くない？おい、いや、絶対うざいよね、この両性プリンセスとさ。何に近づくんだよ。思ったらこれちょっとやりたくないもん。おとなしく巨石クロン使っとけよ、オラって。いやー、でロケの頃には打っとかないとね。おとなしく使えばいいのに、なんでこんな気持ち悪い敵使ってんのこいつはって思うよね。まあ俺はそんな気持ち悪いとか思わないけど、人によっては。いやー、まあここら辺からの集中的にこのメイン巨石とかもね出さない。あー、タイミング一本取ってからが強えな、これ。あ、ごめんなさい、溺れるよね。ごめんなさいね、失礼します。いいね。よ、あー、惜しいね、行かれちゃったね。頑張ればさ、ロケホプリンプリンヒースピ、あー、いけるね。ロケホプリンプリン、でもネクストから引っ張るのがちょっと遅えな。ヒースピも回していけば、マジこのちっこいのだけでカード回せるんですけど、ミラーも使ってね。これ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 、ちょっとだけカードサイクルがね追いつかなくなっちゃうよね。いやー、これやばい、これ待って。あー、ポイズンは溺れるけど、いやー、俺もう即死よ。即散っちゃうんですね。火力やっぱなんだかんだ高いからね。やばいやばい、破壊光線完璧。これはいっぱい溜まってくるの気持ちいいな。後ろから落ち着いてね。はい、ピクロン。いや、この黒いクロンが上手いってないんやっていう話ではあるが、ピコンピコン。いやー、罰ゲーム。最後しっかり落とします。あ、待って、落ちんか、まだ。うい、いや、でも気持ちいいな。プリンセスとかロギホのなんだかんだ火力高いね。てか、まあ数チリツもぼちぼちな火力がね、それは5、6体集まるだけだと。もうスパーキーとかも一瞬で散ったしね。プリンとかももう即死。はい、気持ちよすぎる。最高。よいしょよいしょ、一旦ね。で、ほどほどに。あー、それ良くないな。俺のロケット押し溺れるよね、これ。あー、それね。ね、はい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 。まあまあまあ、よくある感じと。で、ロケット押しだけうざいんで、しっかり芝いて、もう俺は無理しない？無理しない感じね。無理しない感じが大事。ロケット押しだけだるいんでね、芝いて。ロケット押しだけだるいんですよね。そう、ロケット押しだけだるい。マジロケット押しだけだるいんですよ。さあ、はあ、相手が気づいたら苦しくなっている顔をしている。何もしてないけど。さあ、この辺から流れを掴んでいきたいね。これなんかうざそうじゃない、やっぱりこのちっこいのがさ、うざいんかな。何がうざいのか、なんかうざそうだよね。いや、めちゃめちゃうざそう、これ。どういう立ち回りが正解なのか。いや、左やばい、めっちゃ左じゃない、右めっちゃいる。あー、それやばい。あ、ごめんなさいごめんなさい。あー、俺の溜めたやつが一緒に消えた。これが悲しいよね。一般、いや、これやばくね、なんかコスパ良すぎ。なんか襟が漏れるのだけ許してほしい。
相手ももうなんかだいぶ動揺しとるやん。イカれすぎやろ。うわーなんか嫌な攻めとるね。マジでさ、わかんねんだよな、その。いや、エリー多分だいぶ漏れてる。ちょっと待って、ちょっと待って、なんか動揺してる俺が。一回落ち着くわ、こういう時大事。一回落ち着いて、立て直すのも落ち着く。でも何も考えずに。いや、もう呪文削るわね。いやそれ強いな、なんか呪文で全部持っていく感じ。なんかなんかやばい、なんか知らんけど巻きそう。お、負けたわ。なんで？まあでもトルネポイズンちょっと多いな。あ、うぜこいつ。トルネポイズンちょっと多いな。いや、頑張ればいきそうなんですけどね。なんか溺れてるだけになっちゃうね、姫たちが。クローンの使い方がまだ甘いのか。いやー、まあまあまあ全然いいんですよ。あー、ポイファイブで、これまた新しい嫌な組み合わせだけど。いや、ウィザードやん、しかも。なんか、ポイポイって、俺もポイズンしっかり打っていくのが大事から。よしよし。よしよし。いや、もう全然、全然、全然。落ち着け。落ち着いてけ。全然あるぞ。で、ちょっとずつ高さを上げていって、あ、やばい。あいつだけは仕留める。やっぱ、エリクサーが漏れちゃうね。間違いなく。やっててもったいないよね、もったいないよね、間違いなくね。でも仕方ないよね、これ漏れるよ、これ漏れないってさ、マジでむずくない？天才な。いや、みんなの可能性はありそう、マジで可能性はすごいありそう。なんかすごいぐっちゃぐちゃになってる。いやー、限界突破ロック見るし、いや、マジでね、その、7倍エリクサーって何？いいよ、気づいたらなんかすごい前のめりになって、ちょっとピンチになりそうやし。7倍エリクサーって何？このデッキもなんか、相手のデッキもね、いかついしさ。やばい、相手のファイブ打ってきたとこにドンピシャしちゃった。これこれこれ何これ、俺はこれ勝てんのか負けんのか。やばいやばい、なんかできんのよ、できんの、あいつだけ仕留めんの。いやマジで、え、待って、気をつけ届く、気をつけ届く、マスコの花火はどこ。いやマジでわからん。じゃあ何でロケットしなかったん、あいつ。いや、ナイス花火。もうだってヒースピミラーしちゃってるもんね、わかんなくなって。これやべえわ。シンプルにキング裏からこの連打しとくのが一番コスパいいことに気づいた、ほんとに。やばい、ごめんなさい、ごめんなさい。いやー、諦めたかこれ。いやー、すごい。うい、違う、あとちょっと、おい、さあインとちゃいますか。ポイファイブね、とかトルネがなければなんとでもなりそう。まあちょっと端前端前に出しちゃうのがね、よくないのかな。もう正解とかないからわかんないんですけど、いやこれがいい。いやーこれね、なんか、え？なんか片サイドにしか行かないな。今までなんか両サイに行くみたいな、あった気がするんですけどね。
かないね。よしよし。いやファルチとかいるやん、トルネもあってね。いやまあでも全然関係ないよね。全然ゆっくりね、ゆっくり行けば絶対俺のターン来るから、最初は我慢です。これで、あ、こいつ裏からやるしかできんのやと思わせといてね、ユニットが溜まったところで行けばいいだけなんで、俺はもうそれまで我慢よね。うわこれこれこれ、マジ気づいたらさ大行列なのよ。何このデフォのユニットがいっぱいいるのか、これやばい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 、ゆっくりと溜まったんだな。よしよし、気づいたら相手が勝手に苦しんで、あんなこと嫌だね。よし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 、ああ取れねえんだ、ありがとう。いっぱい増えてボコボコにやっちゃって、やっちゃって、いやーボコボコにやっちゃってほしいな。え、この位置のこれやばい、これやばい、いく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 、いや相手めっちゃ取れねえで頑張るやん、すげえぐらい取れねえってるやん。大丈夫？なんかなんでそのキョスケとムートはさ分裂したの？なんで分かれた？キョスケ側とムート側で。いやでも気づいたらなんか微妙になってるな。なんか気づいたらさっきまでいい感じだったのにみたいな。いやー結構守るね。てかあんなこと欲しいよ。全員さよなら。これもう一回落ち着いて裏から出せばいい部分ですか。これやばいね、最強ではないけど最高最高ないっす。いやーマジで、いやーうざいぞこれ、ロケ当たったの。いやーマジ多すぎてやばい。いやーマジトルネ強いちょっと。いやでもなんか対応むずいよね、絶対残るよね、もっと残ってほしいんだよね俺は。俺なんかね、その呪文のタイミングが、いやまあ思ったよりなんかダメージ入ってなくてさ焦るやん、普通に結構いいいい感じに戦われてる感じ。ロケ削りね、やばいね普通に、させないよ、間に合わないよ、お願い間に合わないでほしい。うわーい、削りだったんだね。エリゴールで時間稼いでロケ削り的な、ちょっと怖いじゃん。いやー参照生かしてくれ。トルポ嫌なエリゴールだけ嫌だけど、ちょっとずつコツをつかみ始めてるから。ムートも強いしね。いやーでこれで全部がクローンで増える。いやめっちゃいいめっちゃいい、相手うざいだろうなこれ、やばいよこれ。エコ見て天才さあ、あーこれやばいね、すごいサイクル入ってる、天才サイクル来てる、これやばい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 、これマジやばい、神サイクル来てる。見てないもんその上の方、そのマジで見てないです。あなんかヘッポコクロンしたもん。いやでも意外と消えてんな俺のユニット、なんでもうちょっと見た方がいいかな。見なさすぎてやばい。あー山やめとかあんのそれずるい。ここで急に急に本気になる。いやー強っ。いやめちゃめちゃいい雪してない相手、なんでめちゃめちゃいい雪してない。えでもワンチャンご両捨てちゃう、ワンちゃんご両生たりしないんですかい。え、てかあいつもさ、いや違う折れてるわ、マジ分からんけどいいや。さてまたこれ、あパルチの釜ごめんなさい、それ失礼します、痛いです。よし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 、気づいたらね左入ってるかも、はみ出たやつらが。からのクローン、いやーこのクローンめっちゃ気持ちいい。うーんそんなこともね、いや分かってこれもう冷静に後ろからこれしとくのが一番いいや。
で、これプリンで、あー、それはうまい。なんかうまいな、泣いちゃった。ロケコが、いや、うまいな。トルネロケコを極めてる。いや、でも、俺のデッキね、このムートがね、最強なんですよね。さっきから気づきました。本命はムートだったっていう。いや、しかも残る。いや、ちょっと怪しいか。でもなんか、考えて出せば出すほど分かんなくなるな、正直。なんか適当にポンポン出してる方がいい感じになって、気づいたら勝ってるみたいな感じのパターンないです。いや、ロケット削り嫌だな、ものすごい。これちょっとやばいね、流れが。いや、さっきもロック削りだったんだけど、またロック削りない。いや、まあでも、ロケ削り、ポイ削りではね、ちょっと勝てないかもね。しっかり攻めていきたい。まあ、プレッシャー与えながら、与えながらね。いや、ちょっとある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 。いや、この黒の天才あるよ。マジであるよ、マジであるよ、マジであるよ。で、なんだかんだ狙ってんのは右と左みたいなね、こいつ。いや、マジ渋い、渋い。ポイ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 落ちない。うわー、いや、あと2勝あります。いや、マジでわかんねえな。7倍はやべえわ。どうせまた何年かしたらさ、10倍とか出るんじゃね。エリクサー最大20までいけますみたいな、なんかあってもおかしくないよね。いや、なんかだるいし、打っとこう。でも相手この遠距離系さ、ちょっとだるそうじゃない、今回の相手。体育多いからそんなこともないかな。いや、すごいよこれ。いや、それね、強いけどもみたいなとこはない。ムートがね、ちょっと強くてみたいな。さ、バルーン来てるけど、マジで知らない、どうでもいい、その残りで頑張ってくんねっていうやつ。ユニットの残りで頑張ってくれやの。さあ、右も左もどっこいしょで、そっちにコス使ったらもう、あんたどうすんのよ、いってらっしゃい。あ、待って、黒下手ボーポリ。いや、普通に守っていこう、ここだけ、ここだけめちゃめちゃ普通にね。え、これさあ、あー、意外と止まっちゃうんだな。やべ、普通に戦うとマジきついんですよこれ。さっきみたいに、これプリンセス、これこの一生、これでいい、一生これでいい。そしたらね、勝手に守ってくれる、勝手にこいつら、こいつらとか言っちゃってごめんな。よしよし、いや、勝手に守ってくれるねんな、マジで。守ってほしいな、それ。ロケ投資が迎えに来てくれて、やばいよねこれで。さ、なんだかんだ止まるんやね、やばくね。今ので止まる。あー、すげえ、拡散気持ちいいねこれ。はい、あー、もうね、きついよね、わかるよその気持ち。さあ、花火大会、美しい。なんかリアルに、まあ、中毒なのかな、わかんない。その花火とかも好きですけど、やっぱ祭りで見る花火よりもね、このクラロアのロケオトプリンセスの花火の方が本気で綺麗だなって思う。イカれてんのかな、どうなんだろう。思う人いるよね、でも絶対さすがにいるよね。マジで綺麗っすよ。ああ、そういう感じね。まあでもこれはうちの子の後の花火を覚悟してもらってね。フルカウンターですよ、お兄さん。やばい、待って、やばい、あっ、ほんとやね。え、これさ、あいつ呪文ないんか、もしかして。え、
え、マジで神石引いた呪文の石系の YouTuber かこれ。え、いやあるやん。いや全然あるやん、ふざけんな。いやもしなんもねえ、なんもねえ、なんもねえやつはお将棋だ。あーマジ、いやごめんなさい、全然あるやん。何最初の何だな、呪文使わかったの、どういうこと。それだけ教えてほしい。いやまあでもマジ単純に強い、単純に強い、単純に強いよね。いやでも考えてるとマジで無事いなクラロは。一回あのさっきみたいに楽しよう、後ろから出してクローンして、後ろから出してクローンして、三重石もさ、その勝手に消えていくよね。よし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 。いやなんかめっちゃ右に偏ってんな。頼むぞ。意外とこれ巨隙いらないかもな。ムートプリンなんか他でなんとかなってる気もする。いやーいいねいいねいいね。いやめっちゃめっちゃいい、これで勝てるのが幸せすぎる。で気づいたらムートが入ってる。無限ね、両サイクロン地獄よこれやばいな。天才か、だいぶ性格腐ってんな。おーい、おいおいおい、苦しいんじゃない、大丈夫そう。気づいたら行かれちゃうよそんな。やらめ、打つけど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 足りないよね、やらめ。うわーい、なぜか気づいたら勝ってまーす。マジはい、準勝できましたということでいやでもトルネポイズンがねきつかったかな。あーはいはいはい、ちょっと皆さんもね、いやでもおもろいこれロケコミラー、プリンミラーめっちゃおもろいっす、本当に。こういうの大好きなので、ちょっとみんなもぜひやってみてください。では、お疲れちゃんです。またね。